はい皆さん、こんにちは。道端敏彦です。いかがお過ごしでしょうかただいま、ライブ配信をしております。お昼の時間帯、12時半ぐらいですね。はい。えー、今日は少しちょっとお知らせっていうかね、緊急のお知らせで、GoTo ト,トラベルの中でですね、今、りの方は GoTo キャンペーンという形で、GoTo ト,トラベルとか、今回 GoToEat とか、いろんな GoTo シリーズを出しますよね。 で昨日、まあ、ニュースでご覧になった方もいらっしゃると思いますけど、GoTo キャンペーン、GoTo 観光ですね、GoTo トラベルのところで、地域共通クーポンを10月1日からスタートさせるっていうのがわっとニュースに流れて、旅行代金が35%、さらに地域共通クーポンっていうのが15%っていう形のがニュースで流れています。ぜひまあ10月それを 利用していただいたらいいかなっていうのが一つ目なんですけどで今日は飲食店の方向けにですね結構陰に隠れてるのが GoToEat ってこれね10月入ってきたらグイグイ来ますから今飲食店の方はぜひアンテナ張っておいていただいてですね見ていただければなと思っています、うんえー、まず、えー、農林水産省の方のウェブサイトで GoToEat キャンペーン事業っていうのを見ていただくと、今、この私のこのこっち側に、こっちか、こっち側にあります、サイトがあります。で、ここに、えー、飲食店の皆様へという形で案内が出てます。まあ、食事券とかね。こ2つ大きくはあります。1つはプレミアム付き商品券の販売。えー、2つ目が、えー、グルナビとなんとか食べログさんとか。 そういった飲食サイトを作って予約するとポイントが付与されるという形の2種類の事業があります。で、飲食店の方にはぜひアンテナ貼っててほしいのは、えー、これが始まったときに、えー、発行されると、で、自分のところに来てもらうという事業登録をしとかないといけないという形です。で、まだこれ、ウェブサイトのもうすぐできるのかなと思ってはいますけど、えー、最終更新が9月の8日。 に始ままっています、えー、昨日ですよね、9月の8日。で、まだ、その、準備が整ったエリアから開始される予定だから、ま、やってないところもまだあります。で、このプレミアム商品券に関しては、どういう販売でされるのかっていうのは、都道府県に任されています。これは国からね。だから、その自分のとこの都道府県がどんな風に対応するかっていう風なアンテナと、で、事業者登録することを、 そして当然感染症対策してるのも最低限のことですけどしておくということですよね。そういう中で10月、11月、12月を含めてですね売り上げを取っていく施策を考えていかないとマッチの姿勢をしていると絶対ダメですね。特にプレミアム商品券のやつなんかは1万円ので商品券買うと1万2500円という形でやっていきますから。 結構需要あるんじゃなないのかなと思ってますそして、えー、グループで、うん、予約する方なんかは、グルメさんとか、食べログさんとか、一休さんもあるのかな。まあそういうちょっと調べていただかないといけないですけど、そういった予約サイトで注文、注文と予約を入れていただくと、後日使えるポイントが付与されるという形になるんで、こういうのも早めにね、アンテナ張っておいて、例えば、もう10月、11月でお誕生日会するとか、 なんかこうやるときはそういうのを利用してポイントをまた使うという形ですよね。を考えられたらいいんじゃないのかなと思っています。とりあえず新しい動きに敏感になることが大事です。そしてここの秋はえー9月、10月、11月って例えば皆さんのお住まいの都道府県の中にある市町村が市町村独自のそれをしっかりやっていただいたらなと思います。今日は GoTo e a t のお話でした。 ではまたお会いしましょう。